明日からテスト。高校生かな。なべさんこれは何、読めない、これ全然読めないよダブルコンソメ、おーダブルコンソメね。まーさんこんばんは。つしさんジムの効果の顔がシュッとする。そう、私顔シュッとしたくないんですよね。ジムも別に痩せるために行ってるわけじゃないし、そうやだ。だからペプシマン帰るのが、あ、そうか、帰るのもしんどいよね。こいちくん、サッシーのいい部屋のサッシーかわいい、あれか、いい部屋ネットサーガーすごいか。僕はピザポテト、ピザポテトも美味しいよね。なんかピザポテトめっちゃ好きな人いるよね、たまに。キュウリ、そうキュウリ好き。ミルキー餅も美味しい。ミルキー餅食べたことない。昨日進撃もガンダムも見逃して泣いてる。それは泣いた。でも昨日の進撃はちょっと辛いからね。さっき見た来週いよいよ、もう来週も辛い回だよ私的には。冷やしたキュウリ美味しいよね。ゆうえくん、コンソメパンチのパンチってどういう意味があるんですかね。コンソメいっぱいでパンチしてあぞみたいな感じなんじゃないミキコン、スマート EX で新幹線チケットがスマホで買えて切符いらないから。わかる。私もスマート EX でね、買ってるよ、新幹線のチケット。楽だよね、ピッてやったらいいから。ダメ、この後見るんだ。あ、そうなの？じゃあネタバレ禁止だね。チョコチョコこんばんは。シャークさんこんばんは。アイドル祭りのね、準備。まあ結構進んでます。チミ毛量って読むんだ。チビに盛るってどういう意味？進撃後で見るね、見てください。イサオ食べ物ばかりね、いきなり食べ物の話からさ。サブタイトル白夜も意味深。あれ進撃だよね。白夜ってなんか前もついてた気がする。なんかいつだっけな。通通る筋肉を裏切らないよ本当に。アスカさんこんばんは。ポンちゃんこの間のアドバイス聞いてから大なんだこれ、星になっちゃった。特典会に臨んでいる。よかった。でもなんか元気そうで。チミ毛量、なぜだろう、サイヤ人の戦闘服を思い出す、ね、肩がね尖ってるから。進撃途中で漫画売っちゃった。売らないで漫画お腹空いてきた。私もお腹空いてきた。肩のあたりね、やばい、かっこいいよね。そらさんこんばんは。以上通貨マジで決定ぶっ壊れそうだから買いたい。買えな。こいちくん、サッシーがゲームやってるだけのテレビですね。サッシーかわいい。安くんありがとうございます。鍋さんパンチされたいなんかわかんない、パンチコンソメでパンチしちゃうぞみたいな感じなんじゃない19アンドロイドから iPhone の機種変について調べてた。いや iPhone は正義だなって私はもう本当に思います。岩ガンガンさんこんばんは。プシマン、タクシー9位の特典券で乗れないですかね。乗れないですね、本当に。それは申し訳ない、申し訳ないっていうかイサオ何この顔文字、イエーイみたいな、イエーイみたいな感じ犬浜さん、キーインズパンチしなくな、そうしなくなった。やっぱり期間限定のやつだったし。ともにゃんこんばんは。妖怪お化けって意味、地味毛量って、へえ。うちりアイドル祭りの生配信の時のオタのコメントが面白い。確かに、まっすー、たくさんの化け物、なるほど、初めて知ったのったさんこんばんは。ペプシマンだるいからコメントに逃げてるけど仕事進まない、終わらせないといけないやつってことなのかな。あついさんこんばんは。イサオ、イサオの顔文字をやるね。ブーイサオの顔文字は今ブーって感じ。なんか体調悪いのかな、なんか吐いてるけど血出てる。つのさんこんばんは、ありがとうございます。やすくんぜひ会いに来てください。なべさん、漫画に興味はないけど可愛い子には興味ある。それはね、みんなそうだよ。コンソメパンチ、コンソメパンチってこれなんて呼ぶの、何シーって呼ぶの。
こいつくん最近 お腹が筋肉ついてます。お腹が出てきただけや。脂肪や。 iPhone は画面、そう iPhone はね、そう画面がすぐ割れるのがちょっと難点かも。そう期間限定だったの実はね。今日は旧ムーミンの日なんだ。旧ってなんだろう。今日はね23時40分ぐらいかな、ちょっと遅れて配信始めたから。ラジオチェキのポーズ考えてて仕事に身が入りません、助けてください。それは仕事しよう。べーえ、なんかべーって感じじゃなかった？なんか悲しいのかな。ポンちゃんそんな話をしてくれた。サイバーミズキ最高だって界隈に話してる。お、ありがとうポンちゃん、ありがとうありがとう。体調なら最高に歩いて。ともくん大丈夫ですか？チョコベー笑った。そうなんかイサオも体調悪いのかな。昨日なんか今日体調悪くてお仕事休んだって言ってたし。イサオまた顔文字、イサオの今の顔文字の声つけると、なんか泣いてる。なべさんつまりサイバーさんに興味ある。ありがとうございます、嬉しい。あちさん iPhone4 から使ってるけど画面割ったことないよ。それはめっちゃ使い方が丁寧なんだね。私なんてすぐ割っちゃう。パーヤンさん、まさかのサイバーが配信してた。お、パーヤンさん久しぶりです。ひできさん、ゆずきとあかりんが勝利。あ、嘘、あかりんやってる。お、あかりんまっすー、最近 iPhone XR に変わってカバーが届くまで画面割れの最新の注意。いや、めっちゃ最新の注意払った方がいいよ。記事、うん、普通にやるよ。ちょっと遅いから、明日私普通にとても早いから、あれだけど。福島、なんでお尻が熱いの？みどりん、ありがとうございます。人食いの顔文字は、だよ。うんです。人気の顔文字の声をつけると、うんだよ。うん。なんだこれ。シンさんありがとうございます。嬉しい。チリン、筋現場ワイも含めて病弱な音が多いのかも。いやー、でも風邪ひいたりとかしやすい人も結構いるかも確かに。ともくん家帰ったらなんかだるいなーって。検温したら37.6度。でもさ、最近熱出す人とか咳が止まらない人とか多くない？なべさん、みんなになんて呼ばれてるの？あんまり私可愛いあだ名なくて、なんかみーぴょんみたいななくて、なんかみずき、サイバーちゃん、サイバーですかね。おしまいに会ったので元気もりもりです。そりゃよかった、そりゃよかった。小栗旬さんの真似。伊沢2時間え、やるやる、全然無理してないよ。伊沢も無理しないでね。あきとさんこんばんは。コロコロ、大丈夫？体調悪いの。みんな体調悪いね。マシャタンこんばんは、ありがとうございます。福島2週間前に2度38度超えましたが、じゃあなんか体調違う理由で悪かったりしない？顔文字大会が始まろうとしているね、始まろうとしていたね。みどりん、あとはキリンと一緒にライブね、そしたら会えないよね。私は明日早いならあんまり、いや普通に一元っていうだけだけどね、一元。パーヤン、久しぶりに見たらめっちゃ大人っぽくなってる。お、ありがとうございます。椅子、あ、そっか、熱があるから自分が熱いのか。なべさん顔文字表現かわいすぎるなんか求む。顔文字芸人どういう芸人ですかみたいな。あついさん咳が止まらないの僕です。今日病院行ってきたよ。あついさんの顔文字はうーんだね、うーんうーんだね。ともくん、みーぴょんさ、だっているじゃん、みーぴょんって。しかも私ミーピョンみたいなキャラじゃないしね。ミーピョン、はい、キュインズのリーダーミーピョンことサイバーミズキですみたいな感じでしょ。無理だね。
みどりん大丈夫ですか、インフルエンザ B 型。じゃあみーぴょん、みーぴょんやばいでしょ。あきっとさん、この前のライオンパークで初めて見ました。お、ありがとうございます。渋谷バー、ありがとうございます。検査するか悩んでる。いろいろな、その詳しい検査ってことかな、体の。でもさ、なんか体調悪いなら心配だもんね。まっすー、季節の変わり目だったり気温の差が激しいから体調本当に気をつけないと。そう、気をつけないとだよね、本当に。あとエアコン、いきなりこうエアコンがかかり始めてるから、結構それで体冷やす人も多いみたい。おひつじさん、こんばんは。風邪ひいたの、おひつじさん。めっちゃ多いね。福島、遅れしゅん。真似したから今。しんさん、今年は全くもっと体調悪くならんの。そりゃいいことだ。悪くならないに越したことはないからね。コロコロ自爆で階段こけて日曜のライブ断念したの私です。そう、大丈夫。なんかツイッターに書いてたよね。もう治ったかな。山吉さん、ありがとうございます。よきじん、また一元から寝るんちゃう。まあいいね、一元は寝るものじゃないですか。正当化。もうね、一元ってなんでこん、なんかもしもっと興味深い講義だったりとか、あと先生がまあまあこううるさい講義だったりするとちゃんと起きてられるんですけど、もうね、火曜の一元の先生がまあ寝るって感じだからね、本当に。あつしさん、だね。ももれぼ感、ね、ももれぼ感ある、みーぴょん。全然ね、無理はしてないんだけど、私は寝坊したくないから、ちゃんと自分で時間決めたいなって思ってる。私もコメント体力使うので、ラジオとして聞かせてもらいます。お、いいよ、全然無理しなくて。いさお、明日、私が寝坊するってことをしないから安心してほしいな。ともくん、やっぱり水木たんにしとこう。やっぱり水木たんにしとこうね。やっぱ水木たんにした方がいいよね。やっぱりみーぴょんやばいよね。みーぴょんって、確かにみーぴょんって名乗れる子はすごく可愛いし、みーぴょんって言える人はめっちゃ可愛いからいいけど、私はみーぴょんダメだよね多分。え、みーぴょんみたいな。マジみたいな。全国のみーぴょん的にます。みーぴょん、まっちゃんこんばんは。それは5月の話、今は大丈夫。あ、よかった。 N 浜さん、これなんだろう。あーだね、これは。あーだね。ミッキー、ミッキーさん結構言われるんだよね。風邪ではない、それはまたもっと重大なものってことだよね、きっと。のりぴーさんこんばんは。いさおね、まあ寝ちゃいけないときは寝てないからね。私は体調腰やるくらいなら風邪の方がマシだった説。でも、腰確かに辛いからね。ね、基本私普通に真面目にやってるからさ、みんな心配しなくていいよ。そう、真面目に受けてるよ、いさお、なべさん。そう、まあさ、何単位数埋めるために取ってるだけの授業もあるからさ、なんか本当に必要ないやつとかもあるし、私にとってはね、まあ大学って自分で勉強するとこだから。90分ひたすら説明だけするね、わかる。なんか自分のさ、研究したことについてさ、共感されたいのか自慢したいのかわかんないけど、ずっと説明だけしてる人いるよね。いいんだけどね、別に。それが面白い話だったらめっちゃ聞くけど、なんか、え、誰得みたいな話だとね、辛いよね。Cさん、昭和にジジイは元気やで。昭和にジジイ。元気が一番。一元は寝るもの、いやー、寝るもんだと思うな。最初の45分ぐらいは受けて、45分はなんか、いつの間にか寝てることが多いかも。すごい、なんかいっぱい人がいる授業ってね、みんな寝るんだけど、本当にね、起きてる人本当に2割ぐらいしかいないと思う。まあでもそういう授業もあるよね。みんなちゃんと聞いて、全員聞いてる授業もあるし、そうじゃない授業もあるよね。
また寝顔写メお願いします。友達言っとくね。ね、でもさ、自分から寝顔の写メ撮っといてとかなかなか言えない。ゆきじ一元は寝るもの。ね、めちゃ格言しちゃった。コロコロ7日から10日の安静。あ、まあ結構じゃ安静にしないといけない。のりぴー、自己攻撃中寝てるんですか？寝てる時もあるよ。ていうかさ、めっちゃ寝てることについて言うけどさ、みんな一回も寝たことないわけ？講義で。ツードールさん、4年の最後にフルタン取らなきゃ卒業できないところまで行った。いや、それはしんどい。4年でフルタン取ら、4年で毎日のように行ってる人なかなかいないよ、多分。だからさ、でもたまにいるよね。4年でさ、うわ、もう卒業できない、やばいみたいな人いるけどね。選曲国のリーダー、今配信で中学校時代の交換ノート公開してたけど、交換ノートとかやったことない。一番そういうの嫌いだった、交換ノートとか。コロコロ仕事は行けてるけど通勤つらいね。そうだよね、足だと無理すんな。あ、それはね、確かにそれは無理すんなだわ。いや、無理すん、あ、これ読んだね。ひときゅい、みーねー、みーねーかわいいね。弟にもそんな呼び方されたことないのに。のべさん、俺が寝坊するから起こして。自分で起きてください。結構、そういえば昔プレゼントした服着たとこ見える機会あるだろうか。あ、あの撮影会の時のやつだよね。でも夏になってきたから、そろそろその季節だね。コロコロ最初から水金呼び。ね、確かに確かにそうだね。サイポンに続くピョンもなしではない。あ、サイピョンと、まあ、ミーピョン欲しいみたいな。ジジイは毎日5時半起き。健康的、5時半なんて。イサオ、天ヶ瀬先生に見ても診断してもらう、もろう。なんて読むんだろうこれ。なべさん、ミーピョンに会うにはどうしたらいいですか？私ですか？ライブに来ることかな。サイバさんっていつも呼んじゃってるな。全然いいよ、サイバさんで。大七さん、風邪は治ったけど水木さんにお熱です。決まった。のりぴー、カウント終了しました。お、ありがとうございます。五十嵐技師に撮ってもらう。かっこいいよね、五十嵐って。技師さんか、レントゲンとか撮ってもらう人かな、 CT とか撮る人、技師さんって。コロコロ、足首と腰やると動きが超しんどい。あーね、そうだよね、一番使うところ。まあさ、実は今進撃見て。嘘、どこのあたり。もう昨日ね、あのね、ユミルっていうワードが出てきたの、一回だけ、一瞬。もうさ、私ユミルっていうね、ユミルフリッツっていうそのキャラが一番好きなんだけど、本当に好きなんだけど、でもなんかめっちゃ笑えるし、なんか嬉しいシーンじゃないのに、ユミルって聞こえると耳が幸せになった。2割の人になってください。そうだね、なりたいなとは常々思ってる。一元は家でお布団で寝てたな。いや、行けなさいよ。なりぴー、まあ自分も寝てたことあります。みんなあるでしょ、工芸寝たことない、なんだかやって。あ、授業は聞いてないにしても、なんかでも私結構それもある。なんか次の授業の準備とかしないといけない時とかは、もうその前の時間でバヤって言っちゃったりとか、授業中にする。大学トークついていけない。そっか、行ってない人もいるもんね。寝るしピニゲまんじな大学生活でした。私ピニゲね、やったことないの。ピニゲってさ、罪悪感を感じない？だからその圧力を抜いてる出席代行とかもしたことない。多分あ、一回したかな、1年生の時に。なんか仕事で行けなかった分の単位が足りなくて、お願いって言って友達に、これ、この授業だけお願い、これちょっと出てみたいな、やったことあるかも。でも基本しないかな。やっぱり休むときは自分の責任でだよ。まあでもピニゲしたい気持ちはめっちゃわかる。もうほんと毎日ピニゲしたいもん。
やることあるけど寝ないようにガム噛んでることがあるかも。なるほどね。私めちゃ目薬さす。毒舌さんこんばんは。チンタオくんおはようございます。アーリーさんこんばんは。ミカコン田舎の大学で他に行くとこなかったから4年になった時には卒論だけだったね。言ってたよねそれ前も。でもそれめっちゃ楽で良さそう。うちで祝い目が悪くて学生時代はいつも最善だったから授業中寝たくても寝れなかった。席がね前の方だった。ポンちゃんサイバー先生のアイドル論を専攻したいです。大丈夫かな、講義できるかしら。シンさんちなみに関西では大学2年生のことは1回生とか2回生とかって言うんだ。なるほどね。マッチさんこんばんは。イサオなんか今日ダメだな。なんかごめん私ダメなんかごめん、あ、イサオがってことかな、私がってことかな、なんかごめんね。鏡さん寝てたことあるけど今考えると無駄な過ごし方だったと思う。まあね、授業中寝るっていうのはかなり時間を無駄に過ごしてるけど、まあそういう時期があっても人生にはいいのかなっていう思う。のべさんライブ行くしかメンバーからあります。私はね緑色、なっちゃん先月の25日に東京喫茶さんのラストライブ行ったら近くで9インチのファンの人たちがいて、あ、そうなんだ、近いとこだったのかな。 AK レインさんこんばんは。犬浜手紙を、そう手紙のねこっとこのやつ、マッチ多分その辺で漫画売っちゃったな、買い直そうかな。続きねえらいことになってるから読んだ方がいい。もう私ねついていけないそろそろ。マジーみたいな感じになってるから。あとめっちゃ面白い名前の人が出てくるの。おにゃんこぽんだっけ、おにゃんこぽんだっけななんかおにゃんこぽんっていうね登場人物が出てくるの。めっちゃ普通の人間なんだけど、でそれがツボで結構。みはさんちゃおー、ゆきじ最近仕事で説明文読んでいると睡魔が襲ってくるんですがどうして。わかるそれ、なんかつまんない本読んでるとほんともうみたいななっちゃうよね。もうそういう時は読まないでもね読まないといけないもんね、仕事の説明文とか。もうすごい、なんだろう、もう本当に読まないといけない本がある時に眠い時はもうこうやって読んでる。もうめっちゃ頑張って目上げてる、ほんと力ずくで物理的になんか牛島くんでさ目をバンって開くさ機械 あったじゃないですか、なんかあったのよ、目バンってこうやって目をね開く機械があるんだけど、もうそれ欲しいぐらいだった。何らか考えている授業中ね、それでもあれだよ、有意義だねかなり。AK レイさん大学ね行かなかった人からするとね何のこっちゃだよね多分。私は日本文学の感じの日本文学系のところにいます。レイキさん大学は勉強だけじゃなく要領を覚える場でも、まあ確かにね自分で全部単位を回収しないといけないからね、誰も手伝ってくれないし。福島自習で班に一人遅刻者がいたので一人ずれて返事してたら何、伊沢大学院の改めて受けようかな。でも伊沢大学めっちゃ合ってると思う、やっぱり勉強熱心だし真面目だし、あと頑張るからねすごい。犬浜仕事ピニゲしたい仕事のピニゲはあかん。鏡さん代行とかバレて定額になった時とかいたの。でもねめっちゃ脅されるよね、私の大学もピニゲしたら何あれ定額ですみたいな。ひよしさんこんばんは。私は今大学生だったら一生追廃したり水木の画像を見てる気がする。まあそんなもんだよね大学生って。福島最後がいるのに返事できなくて焦った。チームプレイ、どんなチームプレイ。ゆきゆみるいいよね、超初期の頃はなんだこいつ性格悪いなとか思ったけど、そうだんだん好きなの。私も最初ゆみる何だよこいつと思ったけど、でもなんか本当にゆみるかっこよくて好き、でも好きでももういつもねクリスタが何羨ましい。もうあいいな、ゆみるとちょっとイチャイチャできて羨ましいって思っちゃう。ごめん俺がダメで、全然ダメじゃないよ気にしないで、ダメじゃないから
よし、ひよさん、キックボクシングやったことない。結婚、ピニゲの、あ、ピっていうのは、大学の出席が、今、あの、カードリーダーにカードをピって、学生証をかざすと、出席になるんですよ。自動で、ピってやると。で、その、ピをして、帰るみたいな。出席、登録してから、帰るっていうのがあるんですよ。でも、ほとんどの先生は、あの、ピってさせときながらも、授業内で、例えば、リアクションペーパー回収したりとか、その場でも出席自分で取っちゃったりとかする人の方が多いかな。ピ逃げ防止で。緑なの、大体ピンクの綿棒好き。緑です、私。ちんと学生時代は授業中は貴重な睡眠時間だったな。まあね、学生というのはそういうものですよ、大体の人は。入学して1年が1回生、2年目は2回生、ずっと一回生のままってこと？審査寝てるの教授にバレて退出させられてたな。なんかいいね、でも。見てくれてんの。まっすー、本読んだり話聞いてて眠くなるのは小さい頃読み聞かせで寝てた影響だと思ってる。そういうことかな、やっぱり。私も一回それ考えたことあるんだよね。でもそうかもね。おにゃんこぽんは、あ、人嫌いわかるよね、おにゃんこぽん。でもおにゃんこぽん結構活躍しない？するよね、おにゃんこぽん。しかもなんか可愛いよね、ちょっと。なんか、返事さん、バカしてくださいみたいな感じだよね。あ、仕事の何これ、星になっちゃって、論文めちゃくちゃ、なんだろう、難しい、理解できない。子供にも分かるようにしてほしい。ね、読みやすくしてほしいよね、論文とか。みほさん、まぶた開けても頭が回らないことないですか？もう頭も、もう回す。もう自力で回す。力ずくで回す。任せてください、ハンジさんって言ったのが印象。そうだよね！受ける。同じコメントしてる。ネイピー、自分も国文学専攻だったのが同じかも。嘘、同じ感じだね、じゃあ。そう、いろいろやってますよ。まあ、そんなね、真面目にやってないですけど。ダメだ、俺なんか書くと欲しい。なんでだろう。でもね、結構ショールームって厳しくて、全然欲しいならなくて良さそうな文字の時でもなったりするんだよね。ケジー、じゃあ今度その目をバーンって開く道具買おうかな。めっちゃね、目もうバーンってなるんだよ。牛島くんに出てくる。あ、拷問の機会やないか。あ、そうなんだ。そう、牛島くんに出てたの。今、進撃見終わった？もうね、ほんとに。通通お風呂出たんでちゅう。イエーイ。さすがに冷房。いや、それな。犬浜さん、おにゃんこぽんググったらアフリカのおにゃんこぽんっていうのが出てくるの、漫画で。あの、黒い人なんだけど、おにゃんこぽん。ひび逃げかっこいいね、響き。わかる。紫の次に緑担当の推しが多いです。あ、そうなんだ。じゃあ、いいんじゃない、私。高校の時、体育の後に現代部の授業があって、基本男子全滅だった。ね、高校の現代文の授業ってなんであんなつまんないんだろうね。だし、現代文好きだったし、まあまあ得意だったけど、ああ、つまんな、みたいな、ずっと思ってた。高校の時、現代文の。教科書なんで読んでんだろう、この先生、みたいな。教科書なんで自分で読んでんだろう。教科書自分で読めるけどね、私、みたいな。思ってた、ずっと。教科書先生が読み聞かせしてくれてる、みたいな。ピーピー起こしてくれないって言うからもう寝るわ、おやすみ。自分で起きよう、みんな自分で起きてるからさ、心の中で起こすね。ああ、時代遅れか。でもピニゲ伝わんない人結構多いよ。違う大学でもね、あんまやってる人聞いたことない、ピニゲ。あてさん、面白い授業やったら眠くなんない。そう、そうなの。まっちゃん、ディフの推薦文考えたら期限が過ぎてしまった。あら、それはそう、みんなティフの推薦文いっぱい書いてくれてありがとうございました。今日はね、私稽古ずっといてやってたので、稽古とそれからのリハーサルだったから全然ツイートできなかったんだけど、みんな最後にいっぱいツイートしてくれてて嬉しかったです。ありがとうございました。お風呂入ってくるので今日は早めに失礼します。ありがとうございました。何を書いたかも分からず、あー、自分でわかんないのかな。スターだな、いさ、スターだな。ね、なんでだろうね。
たたたたたたたね、そうだってね、たたね、こう置いてくれたんです。眠い時は止める眠が効く。止める眠って何、すごい。ヤシュさんこんばんは、ありがとうございます。ペケコン、今の会社は出社退社時に指紋認証のように代理できない。え、指紋なんだ、結構ハードモードだね。キヨシさん、ティーキュインズが見たい。ありがとう、絶対出たい。てか出る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 って言っとこう、もう今のうちに。ミーハーさん、まるまる改正は入学してからの年数の呼び方。あー、なるほどね、違うんだね。ひらがなで書くと星にならないと気分。え、だってイサオ何学部なの。みずきさん、私は日本文学。え、私もよ。私もよ、日本文学表現よ。みーハーさんだったと参加してるのにね。なるほどね、さすがツンツンしてたんですね。そうしてたね。そう、現代部の授業ってまあ一番つまんなかったよね。いや、面白い先生もねいらっしゃったかもしれないけど、もう私が受けたことある先生はちょっとつまんなかったかな。そもそも大学行ってないから全ての話が新鮮。そっか、でもなんかそんなに高校とった時とガラッと変わったりすることはなかったかな、実感するけど。6時に起こしてください。諦めて今から帰宅します。帰宅してください、本当に。稲浜 P みたいなハイテク機なかったね、うちの親も言ってた、そんなやつ大学にはなかったよって。2人とも言ってた。ナイピー、自分は中学の時国語苦手でしたけど高校で得意になって特に現代文できるようになりました。あ、そうなんだ、現代文ってコツをつかむと本当にできるようになるよね。今日はかなり疲れているよね。私疲れてるかな、でも確かに疲れてます。そう、やっぱり今日コードブルー、コードブルーの稽古に行ってきたんですけど、やっぱりゲストのなんで、私今回も何もう出来上がってる座組の中に入ってゲストとして演じるの結構すごく緊張するし、なんかこう不安だし、そういうのもあってちょっとドキドキして、今日一日ドキドキしまくって疲れ、ちょっと疲れた。あつえさん、ショールーム初見です、ありがとうございます。目開けたままやと目が乾燥して失明するんやで。それはやめ、よけじやめた方がいいじゃん。会社もピンなんだけど逃げれないね、やっぱ逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ。ツードル草。一緒じゃん、いける。でも私の受けてる先生は近代文学多いかな、ほんと芥川龍之介とかその辺の有名な人、好きな先生が多いかな。宮沢賢治の先生もいるし、そういう有名なね。でも源氏物語が好きな先生もいる。チャリ通学ないかな、チャリ通学したこと。犬浜さん、昔京大と東大で文化が違くて関西では改正部。なるほどね、京大すごいよね。ヒヨシさん、コードブルーの見どころは。見どころはね、やっぱ今日もともとカラスカさんの作品すごい面白いなって思ってたけど、今日自分が実際に演じて中に入ってやってみて、ちょっと通してる感じのやつも見たんだけど、なんかすごい、なんて言うんだろう、すっごいコメディなところもあるし、そのめちゃくちゃみんなコメディがめちゃくちゃ上手だし、コメディのために生まれてきたような人たちの面白いお芝居のあるし、その何、シリアスで感動的なシーンもあるから、普通の舞台ってこう感動的なシーンは大きくな、大きいところ、大きい部分があるけど、コメディタッチなシーンって結構タン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 って終わらせていっちゃうことが多いんだけど、このお笑いのシーンも真剣、シリアスなシーンも真剣だから、もう舞台上に流れてるこう感情のエネルギーが2倍なんですよ。もう倍だから、この見てる方もどん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 自分のエネルギーを使いながら見ることができるから、絶対に多分その椅子に座っててこう背中がこう何、椅子の背もたれにつかないんじゃないかなって思うぐらい、本当に
もうどん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 自分のエネルギーとその舞台の中のエネルギーを使って、自分も本当に疲れ、いい意味で使いながら見える作品だなって思います。本当いいお話なの。私の役もねすごい可愛い役です。先生がなんだなんだこれ、大学と高校違う、全然、まあすごく違うところもあるけど、やっぱり自分の行かないといけないところ、私は高校の時からもうお仕事してたから、休みの管理とかやっぱどれぐらいあと出席しないと単位取れないとか全部自分で管理してて、マネージャーさんと私で管理してたから、今は今もだけど、なんかそういうところであんま変わんないイメージが、自分で管理していくみたいなことに関しては。まあ高校はさ教育機関かもしれないけど、大学は研究機関だからね、それは全然違うけどね。ラジオ漏れなく寝るための授業だった。まあね、そういう人の方が多かったかも。ひらがなで書いたの、さやまちゃん星だよ、星だよ、大丈夫、星めっちゃ星だね。コードブレめっちゃ楽しみ。そうめっちゃね楽しいと思う。私1回しか出れないのが本気で何つらい。いっぱいゲストさんいるから、私は千秋楽のみなんですけど、コードブルー、あれコードブルーじゃなくてコードブルーなのそう難しい、ちょっとあの言葉だと説明しづらい。食堂のご飯美味しいよね。チケット行く人から見に来て、ありがとう、一計待ってます。中目黒、急にシンジ君嬉しいのって。私は舞台の顔合わせは何回やっても緊張するだろうな。そう、もう今日いきなり稽古だったからね、緊張しました。ツードール発乱は注文、え、嘘、多い料理店で書いたの、すごっ。私去年卒じゃないわ、注文の多い料理店授業講義でやった、ちゃんと。そうなんだ、面白いよねあれ、ちゃんと読むと。私はね卒論で書きたいなと思ってる作品はもう決まってるんだけど、まっちゃん推薦文がまとまらなかったのどこを受点にしたらいいかが決められなかったよね。でもいっぱいねツイートしてくれてる人もいて嬉しかった。みけこん、下船の点2はないですかって、てか DVD 欲しいね。下船の点あれもう3なんだよ、次やったら。この前の下船の点が2だったからね。そうなの、 DVD じゃないよね。文学部って昔のミミズみたいな字も読めるようになるの？ならない、ならない、読めないです。あでもその分野に特化した研究をしてれば読めるかもしれないけど。北海道はでっかいです、前髪ね。でも先週とかにもう来てたかな、つまらない意見。あこのね星がね、さやばちゃん星星なんだよ、なんて言われてるんだろう、気になる。あつしさん会社ではパソコンのログでチェックされてる。あパソコンね開いて仕事しろってことだね、コメディのために。そうなんかほんとみんな面白くて、舞台1回しかないのが残念、他の回見た方がいいかな。でもねお時間あればぜひって感じだけど、でも一回見ただけでも全然理解できる内容だし満足できると思います。今日も可愛いサイバーちゃん、こんばんは。そういい舞台、いい作品です。行く機会あるかな、舞台ひらがなでも推しになるのかな。ひらがな大丈夫と聞いたよ、ダメみたいだね。しんさんまたね、ありがとうございます。さあ舞台の語りを聞くと楽しみだなと。そう今日ね稽古してさらに楽しみになったよ。そうかわいい、かわいいっていうかまあ愛くるしい役です。あきとさんドレスで出てました、ななみですななみです、ななみ役です。めめたんと一緒でした、あやあやあや。福島はどんなに高熱でも休んだことなかったけど、会社行ってから病院でインフルエンザと言われたら超怒られた思い出。いやそれはめっちゃ怒られるわ。みずきちゃんの話舞台に引き込まれる感じ伝わった。本当？コードブルー、コードブルーです。今度
教える、ツードール。ノリピー、自分の専攻の人は夏目漱石は知らないで論文書いた人だったので、講義もその作品ばかりでした。ああ、そうだよね。先生によるよね。私も芥川とか多いです。結構。芥川、宮沢賢治。結構、それ二つが多い。アクション、くしゃみばっか出る。大丈夫？アレルギー？ハニコン、お、ありがとう。コロコロ。てるくんさん、こんばんは。ひときゅうななみん。ほっさ。うんだね。これ、どんな顔文字か。コードブルーにクレーム来ないの？なんか、カラスカさんの作品はすべて、その、どんな、何？カラスカさんの作品は、タイトルが全部その、何？ちょっとパロディしてる風に聞こえるタイトルなので、多分今回もコードブルーをコードブルーにして、でもテーマは全然違います。ひぶしも今から帰る、会社に泊まった方が楽な気がする。帰った方がいいよ、家でちゃんと寝た方がいい。さつま揚げさん、こんばんは。メイピー、芥川は自分の卒論でした。福の宮の姫君、あ、知ってる。やってないけど聞いたことある。パロディ大好きマン。やっぱなんか作品内容は確かに医療系ではあるけど、全然コードブルーと関係ないし、全然面白いし、なんか全然違うものですね。でそのコードブルーって、そのコードにブルーっていう意味も分かるんですよ、作品を見てもらえれば。だからバクリじゃねとか言ってる人もいると思うけど、なんか全然そういうことじゃない。カラスカさんの作品はそういうのじゃなくて本当に面白いです。まー、あ、ちゃん、みずきちゃんに会いに行ってないな、時間が合わないんだよな。忘れてないよまー、あ、ちゃん。中のパクリ、全然パクリじゃないんだよね、それが実は。そう、パクリはちょっとね、あれかも、ちょっと違うかも。字が化ける、すごい。六波姫スタイル初めてかも。なんか見たことある。でもさ、そんなに有名じゃなくない？なんかやってないそれ、講義では。ジムは週1かな今は。期待高まる、高まってください。まだ暑い、帰ってきたまんま。お帰りなさい。論文は参考文献として。サイバーさんの写真集、いや、使わないですね。全然参考文献なんないしね、私の写真集。気持ちいい、こんばんみ。清志さん、江戸川さんもゲネプロ、わかんないな、来ていただけるかな。私は見に行こうかなと思うんだけど。最終日だからね、やっぱり千秋楽だからみんな最後だし、その中でゲスト、なんか、だから、すごいみんなの雰囲気も感じ、皆さんの雰囲気も感じ取りながら、千秋楽のゲストってかなりプレッシャー、なんか緊張します。でも大丈夫、多分みんな優しいから。出演といい感じに出るんだよね、注目だな。お楽しみにしててください、イサオね。マイナーだよね、全然言われないよね。でもね、見たことあるね、言われそう。でもね、結構有名なあるからね、他にも。お、時間来たかな、もうそろそろ終わろうかな。そうなので、もう稽古いけるないので、私はそうだから、家であと頑張ってやります。ドラマもう一回見なくて、ドラマか全く関係ないから見なくていいです。コードブルーは全く見なくていいです。そう、千秋楽だからね、頑張るわ。朗読劇も7月にはあるので頑張ります。ということで、いっぱい今日も見に来てくれてありがとうございました。ということで、今日の配信終わりたいと思います。次のライブは6月8日ですので、ぜひ遊びに来てください。ありがとうございました。バイバーイ。私もコードブルー好きだよドラマは、ドラマも
ありがとうございました。バイバーイ。